こんにちは、ボブです。こんにちは、ちなみです。Le 2 novembre 2024, numéro 634 de Chocolat, magazine bilingue français-japonais. 2024年11月2日、日仏語ポッドキャスト、ショコラ第634回です。エドガー・モラン。フランスの哲学者、エドガール・モランの名言をご紹介します。La belle époque au musée à Shiotome。日本語トピックはベルエポック展について。La cuisine selon Escoffier。フランス語トピックはフレンチレストランドゥールジャルダン東京エグゼクティブシェフのルノー・オージェさんにお話を伺いました。まずは私ちなみのコーナーです。フランス語の名言格言をそれを言った人とともにご紹介しています。今回はこの言葉。 Je regrette mes erreurs, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. 自分の間違いを後悔しているが間違ったことは後悔していない。今日ご紹介するのはフランスの哲学者で社会学者のエドガール・モランの言葉です。エドガール・モラン。1921年パリ生まれ、ユダヤ人の両親のもとに生まれ、第二次世界大戦中レジスタンスの一員として活動しました。著書に方法全6巻、オルレアンの噂ほか多数あります。2022年には100歳の哲学者が語る人生のことという本を出版されているんですが、現在なんと103歳ということですね。まだすごい元気そうですよ。定期的にまだね、 YouTube とかそういうところでまだ自分の意見を出してるんですよね。全くね、ボケてないよ。そうですよ。お元気な方ということですね。お元気です。はい。今日ご紹介したのは彼の有名な言葉なんですけれども、彼は激動の中で政治的な活動を行っていて、間違いが自分には多々あったと認めているんですよね。でも自分がやった行動には後悔していないと言って、とってもいい言葉じゃないかなと思ってご紹介しました。そうですよね。約3歳まで来たら間違いするでしょう。しょうがないですね。はい。Je regrette mes erreurs, mais je ne regrette pas.Ce que j'ai fait. 自分の間違いを後悔しているが、間違ったことは後悔していない。日本語トピックです。パナソニック汐留美術館で現在開催中の展覧会、ベルエポック美しき時代、パリに集った芸術家たちについて、広報の杉本静香さんにお話を伺いました。パリのベレポークですの、芸術的にはすごい華やかな時代だった。もうすごい展覧会も華やかです。はい、19世紀末から1914年頃までということなんですけれども、この頃の時代の美術、音楽、文学、モード、科学といったさまざまなジャンルで花開いた文化のありようを重層的に紹介する展覧会ということですね。そうそう、私はね、文学のコーナーも、まあ、文学好きだからすごい、感動してた。ボードレールとか、プロスト、ヴェルレンとか、すごい、フローベールの最初の出版したボバリの本もあったし、すごい。あとでもアートについてトゥルーズ・ド・トレケアとかね、ガレー、ラリックなどなどなど作品があります。はい、他にもプルースト自筆の構成刷りなんていうのもあるんですもんね。ありました、ありました、はい、かなり貴重な文学作品の資料も数多くあるということでした。展覧会はパナソニック汐留美術館で12月15日まで開催となっています。ぜひ行かれた方は感想もお待ちしています。そしてショコラからります、ね、はい、チケットプレゼントがあります。ショコラ会員5組10名様にご招待チケットをプレゼントします。ショコラサイトの新着情報にあるお申し込みフォームからご応募ください。それでは広報の杉本静香さんのお話をどうぞ。ベルエポック期と呼ばれる時代から1930年代まで、本当にパリが最も華やかだった時代ということで、展覧会の中では絵画だけではなくって工芸であるとか、と文学、音楽、科学とドレスなどの服飾や装身具まで、もう本当にありとあらゆるジャンルの文化が花開いた時代で、今思うととても華やかだっただろうなということが、でしょうね。はい、展覧会を見るとどの分野で見ても、あ、名前してるとか、はい、そういうともうその時代だったかと、本当にびっくりするほどですよね。はい、例えば名前言うとラリックというと、はい、
ラリックについてストーリーがありますか？ラリックについては今回ぜひ見ていただきたい作品があるんですけれども、最後の4章で、大女優のサラ・ベルナール、この方が、パリで大流行していたということで、サラ・ベルナールのポスターがパリ中の広告塔に貼り出されていたということなんですけれども、この大女優のサラが着用したとされる、舞台用の冠のユリという作品を展示しておりますけれども、こちらはよく皆さんご存知のミュシャがデザインして、ラリックが制作したものというふうに言われておりまして、こちらもぜひ見ていただきたいなというふうに思っております。ああいう時もルノアールの作品もあったんですよね。はい、ルノアールの作品は、展示室入って第1章のところに、展示しておりますけれども、こちらはパナソニックホールディングス像ということで、当館所蔵、パナソニック像のものなんですけれども、ルノアールの中に2人の、女の子が描かれた作品なんですが、とても可愛らしいパステルの絵でして、可愛いお帽子をかぶっているんですけれども、そういった装いからもパリの女性たちが華やかなお洋服や帽子を着用して街に出ているような様子が本当に伝わってくる。では今のお話をフランス語にまとめてみます。聞いてみてください。La belle époque, ce sont de nombreux artistes, des hommes de lettres aussi. Shizuka nous en parle avecMusha, Lalique, Sarah Bernard ou encore Renoir. フランス語トピックは日本語トピックに関連して、フランスのベルエポックの時代のフランス料理について、フレンチレストラントゥールダルジャン東京のエグゼクティブシェフのルノー・オージェさんにお話を伺いました。そうですね、このレストランのもともとパリ5区にあります。はい、本店はパリということなんですが、トゥールダルジャン東京は今年で開業40周年を迎えています。エグゼクティブシェフのルノー・オージェですよね。2019年にメイヤー・オビエル・フランス・モフということに選ばれた。はい、フランス国家最優秀職人賞ということで、人間国宝に相当する称号ということで、すごいですね。すごいですね。はい、今日はベルエポックの時代のフランス料理についてのお話ということなんですが、キーパーソンは近代フランス料理の父とも称されるオーギュスト・エスコフィエ。ルノーシェフも大きな尊敬を抱くエスコフィエは一体どんな料理人だったのでしょうか？そうですよ、ベルエポックの話があったから、やっぱりエスコフィエがすごく有名な料理人ですよね。話したかったから、誰にインタビューすればいいかとか、他の料理人の友達に何人どう思いますかとか、あ、ルノー・オージェがクラシックについて話がうまいんですよということで、ルノー・オージェに会いました。素晴らしい人だった。はい、ショコラサイトのコラムではトゥールダルジャン東京の裏側を貴重な映像とともに、ルノーシェフのガイドでご紹介しています。ショコラ会員の皆さんはぜひこちらもご覧ください。それではフレンチレストラントゥールダルジャン東京のルノー・オージェさんのお話をどうぞ。Qui est monsieur Escoffier? C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur, il nous a laissé un patrimoine formidable. Parce que tout ce qui existe au jour d'aujourd'hui. ショコラサイトのショコテックでは、このインタビューからフランス語学習ができます。3つのレベルに分けた練習問題と、藤井陽子先生の分かりやすい文法解説があります。月額1280円の会員サービスをぜひご利用ください。さて、ここでショコラ会員の鍵屋さんからのメッセージをご紹介したいと思います。9月に開催したショコラの集いとメールアート展に参加してくださいました。久しぶりのショコラの集いは楽しいことだらけでした。今回参加されたメンバーの方々は私にとっては初めてお会いする方、そしていつも温かく迎えてくださるシエコさんの笑顔の心地よさは、集いに参加したくなる大事な大事な要素です。またショコラの集いに参加できる日を楽しみにしています。ということで、鍵屋さんありがとうございました。ありがとうございました。鍵屋さんもね、メアードを作って送ってた人の一人なんですよね。はい、それもどうもありがとうございました。はい、このショコラの集いで初めてお会いする方っていうのが多いんですもんね。うん、
おいおい、それもやっぱりね、そんなにみんな怖くないでフランス語だけ喋ると思うんじゃなくてみんな同じ趣味で出会って、まあ、ケーキを食べながら話しするだけですよね。はい。ショコラの集いにまだ参加したことがないという方も、次回ぜひお気軽にご参加ください。お待ちしてます。はい。そしてボブさん、ここで映画情報になります。レア・ドムナック監督の最新作ベルナデット最強のファーストレディが11月8日から新宿ピカデリー他で全国公開されます。うん、これはカトリーヌ・ドヌーブのコメディということになるんですね。そうですよ、コメディ、政治的なコメディなんですよね。ベランダとももともとシラクの奥さんだから、うん、カトリーヌ・ドヌーブはその、まあ、いつもシラクのバックにいたけど、ドヌーブがすごくうまくてコメディなんですよね。歴史的なとか、まあ、本物から離れてるけどコメディです。面白そうですね。面白かった、うん、はい。ぜひベルナデット最強のファーストレディご覧になってみてください。そしてショコラ YouTube 版のご案内です。長年ポッドキャストで配信していたショコラの番組が YouTube でもお楽しみいただけるようになっています。名言格言のコーナーやインタビューが動画で見ることができますので、ぜひチェックしてみてください。そしてチャンネル登録もお願いします。ショコラ第634回はいかがでしたか。次回のショコラは書道を研究する文芸ジャーナリストの方のインタビューをご紹介します。それではまたお会いしましょう。アビアンと、さようなら。